ジェイ聞こえている。葬儀の参列者45人を確認。ヴァンパイアの最後にしてはあっけなかったな。レオネリの新しいドンはまだ特定できない。でもさ、ドンの葬式にしてはちょっと寂しいんじゃない？親しき者だけでの葬式はドンの遺言だ。揺るぎなき信頼で結ばれた者たちを彼らはファミリーと呼ぶ。たく、暑苦しい奴らだな。あいつは誰だよ、ジェイ。あの若者はドンの一人息子、名はクレア・レオネリ。ファミリーのドンになるにはまだ若いな。どうする？もういいだろう。別に慌てることはないさ。大輔、大輔アウローラ。まで持ってくるさな。ババア。ボッチャン、スキタドだ。何すんだよ。離せ。ミシェル、早く取り上げろ。離せよ、ジョバンニ。ボッチャン。好きだっただろ。Hey, 逃げ出すの
おはよう、ジェイ。おはよう、京子。キュートだ、エンジェル。ありがとう。ここだな。ショップへの連絡は？まだいいさ。長旅だったんだ。少しはゆっくりしようぜ。大丈夫かい？ほら見ろ、方角もいい。本業で稼いでアルバイトでもたんまり儲けさせてもらう。いい町だぜ、ここは。そうだな。ミーシャ、調子はいいか？ああ、良好だ。30分の遅刻です。行動報告書2週間以上も出ていません。そうだっけ？アウローラ本部長から苦情が来てるんですよ。あ、そう。データベースにサスペンション出現。サスペンション？知らなかったことにしといてくれ。密入国者がベイエリアに上陸した。流民なんていつものことだよ。いちいち気にしてたらキリないね。それを調べるのが我々に与えられた業務だ。いってらっしゃい。またな。け。大輔。よ。ねえ、寄ってかない？早番で暇なのよ。大ちゃんおいでよ。後でな。いつもそう言ってるくせに。将軍、流民が昨日港に着いたらしいんだ。なんか聞いてる？そろそろ店に見かけの男が3人飯を食いに来たと聞いたな。流民がそろそろ店にね。ヴァンパイアが死んだばかりで町中のファミリーは浮き足立っておる。その間に商売を考えてる奴がいるってわけか。町のファミリーたちでそんな度胸があるものといえば。ソロッソの店のオーナーは岩波ファミリーだ。せこい岩波の考えそうなことだよね。大好き。そんじゃまた寄るよ。エジムンドの仕事だな。これじゃあな。大輔、何を嗅ぎ回ってる？熱くなんなよ、エジムンド警部補さん。ふざけろ、人が一人殺されてる。喧嘩じゃないの？ソロッソは裏で金製品を扱っていた。だから言ってんだよ、ヤクザ同士の喧嘩だってさ。そこまで知ってんなら犯人の目星くらいはついてんだろうな。都市安全管理局の特務課さんよ。特務課はさ、事件の前兆を予測調査するのが仕事。
知ってんだろ。ふざけるな。何が前兆だ。いつも事件になっちまってんだろうがよ。たった3人の特務課だなんて子供の遊びだぜ。いいか、調査報告は警察局に回せよ。おや、おい。銃くれよ。現場の写真を一番上にしないでください。京子の仕事だろ。そうです、監査役は私の業務です。通常弾3発、特殊弾レッドタブ1発、くれぐれも銃の使用規定は遵守してください。使える銃弾増やしてもらってよ。却下します。特務課には予算がありませんから。はぁ、あ。なんか俺に用かい？流民三人組のお一人さん。あんたたちさ、この町に来たのは密輸だけが目的じゃないだろう。根拠は？俺の勘。人間の第六感とは、五感から取り込んだ情報を脳が無意識に連鎖させた結果というが、人間の機能も侮れないものだ。貴様、マシンだ。アンドロイドはこの街じゃ違法だぜ。存在しちゃいけない。だからそれじゃあダメだ。貫通しないよ。これならどうかよ。惜しかったな。まったくね。銃弾はないはずだ。よくご存知で、こうやってそろそろ殺したのかよ。我々の目的に協力しなかったからだ。お前のマシンを呼べ。何のことだよ。あれはお前の生体反応をテレメートしている。お前が死ねば奴は現れる。目的は J かよ。その質問には答えられない。いつまでも地面に這いつくばるものではない。お前なんか雨で錆びちまえ。お前が噂のマシンのお前には黙秘権はない。我々の捜査への障害になりうることがあれば
躊躇なく破壊する。周波数を探知、傍受者の位置、17運河37番埠頭。ジェイ、マシンのデータ押さえろ。確保する。ヒートガイ、やられちまった。どうするニール、ソロッソがビビるわけだぜ。ショップから手付けしかもらっちゃいねえんだ。船を出そうぜ、ジョー。ミーシャはスクラップにされちまうし、ブツも履けねえとはな。まったくしけた町に来ちまったもんだ。京子、ターゲットの位置は？移動を始めています。運河を下って海に出るつもりね。逃がしゃしねえよ。ホットラインを安易に使うなと言ったはずだ。ジェイが狙われた。聞いてなかったぜ、ショップが絡んでるなんてさ。それを調べるのがお前の仕事だ。俺のこと信用してくれてんだ。そうだな。金製品の密輸屋とショップが関係あるとは面白い事実だ。抑えろよ大輔。特務課は犯罪を未然に防ぐためにはその有効性を示す。ギャラ分だけは働くよ、兄貴。派手にやったな、ジェイ。はあ、ずいぶん若いじゃねえか。童顔なんでね、年より若く見えるってみんな言うぜ。ジェイはまだ3歳だ。都市安全管理局のマシーンか。あんたたちが俺たちを襲わせたことは分かってるんだぜ。データは解析済みさ。何のことかな。あんたの本業は金製品の密輸。残念ながらみんなしけちまったけどね。ショップって誰だ。あんたの依頼人だろ。ジェイを捕獲してショップは何をするつもりだ。ジュドのマシン規制法は知ってるよな。構造、お前は他の町を見たことあるかい。
あの男は拳銃を所持している。そいつはクールだ。ここは暑いな。俺たちには暑すぎる街だ。アイスケ、ニール、口封じってわけか。狙撃者は？逃亡した。マシンか？違う、人間だ。マシンも人を殺すんだろ？プログラムされれば実行する。だからこの街で、ジュドではマシンは禁止された。俺の親父もマシーンに殺された。ジェイ、もしお前がプログラムを書き換えられたら、その時はこの銃でお前を破壊する。暖かくて柔らかな心地のいい君声が今頃になって裏目に出るだなんて、きっと二人はこれでよかったんだ。柄にもないこの言葉が余計に君を思い出させてしまう。やっと一仕事終了だ。さっさと帰って飯でも食おうぜ。私は食事を必要としない。分かってるよ。バッテリーの充電ぐらいはしといた方がいいんじゃない？男の休息はこのぐらい闇に意識を浮遊させることに。それって寝ろってことか？正確には瞑想という。俺は飯食って寝る。じゃあな、ジェイ。またな。